きました。本名1枚ですからね。懐かしいね。昔はね、大学の送迎バスもこっち来てたんですけどね。で、そこんな感じでね、来ました。で、ちなみにね、今ちょうど、電車が着いちゃったんでね、もうちょっと間に合いそうにないんで、次の電車で行こうと思います。ここがね、愛知環状鉄道、コメージってことですね。こんな感じでショートカットできるってね、でね、便利なんですよね。ちなみに100、なんか100円だった気がするな。なんかあれなのかな、割引のやつもあったのかな。あとでちょっと値段もう一回見ましたけど、今オフィーで通ったら100円だった気がするな。で、ATM とかもあって、でも、こっちはあんま買ってないな、上水と違って。前は送迎バスがここら辺ね、こっちの方にくるっと入って、中京大の送迎バスここら辺でね、やってたんですよね。今は温泉地のやつとかね、中部大のやつはこっちにも来るんだ、って感じですね。そう、大学がね、大学の近くにね、海津駅っていうのが新しく新設されたんで、それの兼ね合いでこっちにね、中京大学のスクールバスが来なくなっちゃったんですけどね。その兼ね合いで今では団地のね、玄関口、この奥にね、ゴミ団地って大きい団地があって、今でもどうなんかな、私らがね、おった頃なんてのは、もはや公用語はポルトガル語っていうね、ほぼほぼブラジル人の街だかなという、イメージですけど、ちょうど2002年とかの時期だったら、ね、ワールドカップでね、ブラジル優勝したっていう人だったんでね、もうすんごいお祭り騒ぎでしたもんね。俺って最高潮でしたもんね、あの時期とか。っていうような思い出があります。で、ここからね、愛観で瀬戸の方に行くよというわけですね。ちなみになぜか、こんなところに、よくわからない、貨車なのかな、6000型っていう。やつが置いてあったりします。まあ、飾ってあるだけみたいですけどね。何のやつなんでしょうね。よいしょ。もう詳しく知らないですけど、なんか置いてありますね。よいしょ。で、交通系 IC カード使えるんだ。便利だね。でも IC カードね。ちなみに本数はね、まあ言うてね、1時間に4本とかね、3本とか4本ありますんでね、まあ15分に1本くらい来るんでね、次のやつで全然行きますよ。で、岡崎からね、これが岡崎からずっと続いてきてるわけですけど、大門までかな、北野の鈴鹿は、トヨタ市ですよね、確か。で、ずっと来て、愛川上地方から、ずっと来て、この先のね、瀬戸市駅、400円か。で、とりあえず瀬戸市まで行くと、今度、名鉄の瀬戸線、ここからね、繋がってますんで、行きましょうということですね。よし。じゃあ、これで、ピッと、まだ、残高も全然 OK ですね。で、高蔵寺方面はこっちですね。雰囲気は本当に久しぶりだな。ちなみになぜか降りた時の IC カードここにあるんですよね。これも不思議な行動です。結構高いところにあって、でバリアフリーを対応してない、エレベーターとかはない感じですね。で、この奥がね、本見の団地で、大学はあれか、奥にガーッと寄ったらね、あの、矢事の方でもよく見るこの構造ですね。これ中京大学ですね。3号館、7号館あたりかな、これ。奥のちょっと高いのが11号館かな。情報工学とかそっちの方の建物ですよね。車が壊せ前のちょっと低めの建物なんでね、ここからだと見えないかな、っていう感じですね。で、この先のところに単線かね、なんでね、この先単線になってますけどね。
ていう感じがして、時刻表は駅のホームには時刻表ないのかな。よいしょ。まあいいや。ぼちぼちもぶっこ待ちましょう。あちらに高台の吹き差しなんで、まあまあ冷えますね。このこういうのはよく、ね、ある光景ではありますけど、愛知館って書くんですね。愛知館って鉄道とは書かないんだ、こういうやつでね。まあ愛館ですから、ね、確かに。Please stand behind the yellow line.